は、きょうチャンネルです。今日はワークマン、ユニクロ、GU の接触冷感コットンオーバーサイズ T シャツを徹底比較していこうと思います。はい、ということで今日はですね、この接触冷感コットンオーバーサイズ T シャツを比較していきたいと思うんですけど、この比較動画を作るにあたっての経緯なんですけども、以前でですね、このワークマンの持続冷感のオーバーサイズ T シャツ動画で紹介させていただいた時にですね、コメントでエアリズムのオーバーサイズ T シャツとの比較をしてほしいですというコメントがいただいてまして、で僕もですね、もともとこのエアリズムのコットンオーバーサイズ T シャツは愛用してましたので、それをね、せっかくですので比較した動画を作ってみたいなと思いまして、今回この動画を作りました。そしてですね、それにあたって、GU でもそういった T シャツないのかなと思ってちょっと調べてみたら、同じような、性能を持っているっていうところで、このドライポンチビッグティーボブ袖っていうのがありましたので、もうまとめて徹底比較していきたいと思います。確かにね、言われてみればそんなどこを買えばいいのかっていうところは、その人によってまた変わってはくると思うので、そういったところもね、参考にしていただけたらなと思います。はい、ではね、早速紹介していきたいと思います。まずですね、こちらのユニクロ U のエアリズムコットンオーバーサイズ T シャツからご紹介していきます。もう本当に大人気で、もう今ね、多分年中ぐらい売られてるアイテムなんじゃないかなと思います。なんといってもね、こちら、ユニクロのユニクロ U というラインでして、クリストフ・ルメール率いるパリのデザインチームが作っているラインになります。ですので、すごくね、デザイン性を取り入れたというアイテムになります。はい、でこちらですね、価格の方は税込み1500円になります。今回ね、僕これその動画を作るにあたっていろいろ調べてたらですね、こちらユニクロと GU は価格の改正がありました。今までは1500円に、プラスタックスっていうような形だったんですけども、2021年の4月からですね、こちら1500円が税込み価格になります。ですのでね、その消費税分がユニクロの方で割引になったということですね。これはですね、GU の方でも同じように、その全てが税込み価格に変更になります。価格の見方自体もすごく分かりやすくなっていいですよね。そしてですね、こちら素材の方が綿が 53%、 ポリエステルが 30%、 あと 17% が混合繊維、混合したポリエステルが使われています。ですので、割合的には 53% なので、ポリエステルよりも少し綿が多いっていうような素材感になります。で、これ全て、今この紹介させていただく T シャツに言えるところでもあるんですけども、最近はですね、このビッグシルエットがすごく流行ってますので、ゆったりゆるく着れるような形になってます。で、その形を作るにあたって、この肩が落ちてるドロップショルダーの製法ですね。で、そして、こうやってこの着幅が結構厚く太くなってるワイドフィットシルエットになってます。本当にね、このビッグシルエットっていうのが流行ってますので、形もですね、ビッグシルエットのものは通常だとやっぱりこう全体が大きくなってしまうので、この着幅を取るために大きいサイズを購入すると着丈のところも、長くなってしまって、すごくだらしなくなるんですけど、このビッグシルエットで作られているものに関しては、この着丈はですね、このサイズ感に合った着丈に合わせてカットされているので、通常のね、ものを大きく着るのとは変わって、やっぱりこう着た時にですね、すっきり感がありますし、あまりね、大きいサイズを着てるんですけど、こうだらしなく見えないっていうようなデザインになってるので、そういったところもね、かっこよく着れる一つですよね。そしてですね、本当流行りのエアリズム。エアリズムってね、本当最近人気なのでよく聞くんですけど、実際ね、そのエアリズムが何なのかって、僕もあんまり詳しくは考えてなかったんですよ。割とね、ユニクロはあまり機能性というよりは、そのデザイン性であったり、シンプルで使いやすいっていうところを重視して購入している部分があったので、あまり機能性はね、そこまで意識せずに買ってたんですけど、今回ね、調べてみるとですね、3つエアリズムっていうのは今あるんです。で、まず1つ目がその先ほど言ってたエアリズム、肌着とかに使われるような、速乾素材で、接触冷感素材、今ね、マスクとかもエアリズム素材のものが出てるようで、で次にですね、マイクロメッシュエアリズム、
そしてこのエアリズムとコットン素材を混合して作ったっていうのがこのエアリズムコットンになります。ですので表面がこう綿素材になってまして、この裏地がですねそのエアリズム素材になっています。汗をかいてもですねサラサラで快適に着ることができます。そういったですね機能を出すためにエアリズムというのは極細繊維で作られている特殊素材が使われています。そういったね素材なので汗が素早く吸収されてそれをね逃がしてくれるというような機能になってますね。まあ、こちら衣服が除湿湿気を吸ってくれるっていうところでいつもねさらっと快適に着れるというところで、汗をかいてもですねすぐに乾いてくれるのでさらっとした肌触りが続きます。抗菌防臭というところで匂いの元になる雑菌増殖を抑制して汗や生乾きの嫌な匂いを抑えます。ですので、まあね、防臭効果もあるということですね。接触冷感、まあ、これはね本当全てに言えるところなんですけども、着た時にひんやりしてて、まあ、涼しい着心地が体感できます。そしてストレッチ性ですね、結構ねこう伸びがあるのでこの体の動きにフィットする伸縮素材になっています。ストレッチが効いているので動きやすさもあります。まあ、そしてですねその極細繊維を使われているのでこう肌をね滑るような肌触りなのでこう着ててもねすごくね柔らかさを感じてですね快適に使えます。はい、ということでエアリズムってね、まあ、そういう機能加工になります。なのでね僕もねちょっと調べてみてすごいなと思って、まあ、そういった機能性が入ってさらにデザイン性もあるというところですね。でですね、まあ、こちらのエアリズムコットンなんですけども、エアリズムはですねやっぱりインナー素材として使われるというところもあるのですごく薄いんですよ。なので本当にテロテロしたような生地感になっているのですごくその体型を拾いやすいというので体型が出やすいというところもあります。ただですねこのエアリズムコットンに関してはですね表面がコットンになるのでやっぱここは響きにくいっていうのもありますので、そういったところもすごく使いやすいポイントかなと思います。それをあまり感じずに、着用することができます。はい、そしてですねこちらのエアリズムは、まあ、去年からももう出てすごく人気が高い商品なので新色もどんどん出てます。でカラーバリエーションもすごく豊富なので、まあ、いろんなねバリエーションで使えると思います。で今回これが2021年は、こちらの、ライトグレーを僕は購入しました。やっぱりねベーシックなカラーはもちろん使ってて使いやすかったんですけど、まあ、さらにこういう中間色っていうのもすごく出てて、去年僕が使ってたこのグレーですねもうすごく使いやすくてですね一番着たのこれじゃないのかなというぐらい去年はこちらの方を愛用してました。なので、まあ、デザイン性であったりとか、まあ、その色味微妙なその色の変化とかっていうのも楽しめるのはやっぱりこのユニクロ U のエアリズムコットンオーバーサイズ T シャツではないかなと思います。といったところが、まあ、こちらのユニクロ U のエアリズムコットンオーバーサイズ T シャツの性能とっていうところなんで、またね着用動画とあとまあプラスその比較をですねしていきたいと思います。はい、続きましてこちらがワークマンの持続冷感コットンオーバーサイズ5分袖 T シャツになります。こちらですね税込みなんと780円です。このやっぱねコスパがいいっていうところはやっぱワークマンさんが一番かなと思います。まあ、こちらの使われている素材がですねこのワークマンはエクストリームアイスという生地構造になっています。これがですね、まあ、持続するこの冷感性が持続するっていうのが一番の売りになってます。でマイナス1度が続いていくっていうところですね。ですのでこの汗や水分を生地に含んでいる限りこの冷感性が続くっていうそういった機能加工になってます。こういったね持続冷感っていうのを歌ってるのはやっぱこのワークマンさん一番ね機能性を重視して作られてるっていうところがありますので、まあ、そういったところはやっぱりワークマンさんの強みじゃないかなと思います。まあ、デザインもですね最近こういうトレンドがすごく入ってきてますのでタグもですねおしゃれになってまして、まあ、機能性だけではなくトレンドの形になってます。ですので、まあ、こちらも同じようにこのドロップショルダーですね、で5分袖 T シャツで着幅の方もビッグサイズシルエットになっています。そしてですねこちら素材の方が綿が 75%、 そして混合繊維
がポリエチレンであったりナイロンが使われてまして、そちらが 25% になってます。ですので綿の割合が一番多いのはこちらのワークマンかなっていう感じですね。ちょっとしっかりしたような印象があります。硬くはないんですけど、一番そのエアリズム、この GU のドライポンチティに比べるとやっぱり一番硬さがあるのはこの綿素材が多く使われているワークマンかなという形です。まあカラーの方はですね、こういったグレージュっていうこの中間色もワークマンさんから出てます。こういうね中間色が、こちらの T シャツの方は多いです。やっぱりこの価格と機能性っていうところではワークマンさんが抜けてるかなっていう形ですよね。金額が780円なんで、まあ半額ぐらいですよね。そしてですね、そのアウトドアとかで使うっていう機能をもともと持ってますので、やはりその機能性っていうのは高いんではないのかなとは思います。こちらワークマンさんの方では僕はサイズはですね L サイズにしてます。まあ大体ねこの同じシルエットにはなると思うんですけど、こうやってね並べてみるとやっぱこのドロップしてる幅がですねユニクロの方がちょっと長いかなっていう、ちょっとワークマンさんと比べるとですね長めにユニクロの方がありますね。ということで、まあこちらはですね詳しい動画作ってますので、またよりね詳しく知りたい方はそちらの方を見ていただけたらなと思います。はい、続きましてこちら GU のドライポンチビッグティーかっこ5分袖 T シャツになります。こちらですね価格の方が税込み1490円になります。GU もですねユニクロと同じようにですね税込み価格に変更になっています。ですので消費税分は GU の方も値下げされているという形ですね。まあ、ユニクロとですね比べると10円安いですね。でこちらもですね結構カラーのバリエーションは、たくさんありましたね。違った色味がいいなと思ってこのダークグリーンというカラーを購入しました。まあ、GU の方ではですねスタイルドライっていうのが今取り扱われている機能加工になります。ファッションでも快適さがあるようにブレのない機能イン、まあ、GU ドライからのリニューアル商品になります。素材の方はですねこちら綿が 50% ポリエステルが 50% になりますので、一番ね均等にこのポリエステルと綿を半分半分で使われてるっていう形ですね。まあ、ですので一番ね綿素材が多く使われてるのがワークマンで、ユニクロと GU に関してはポリエステルの方が半分使われてます。で、ワークマンの方はですねこのポリエチレンとナイロンっていうのの混合繊維なので、まあそういった持続冷感っていうのを作り出すために少しね素材感を変えてますよね。こちらのドライポンチビッグティーっていうのが、まあ、程よくですねゆとりのあるビッグシルエットで作られた T シャツになります。まあ、ポンチ素材を使用することで適度な張り感があるっていうことですね。でオーバーシルエットで、まあ、吸水速乾性も備えて着心地が良く快適に過ごせるっていうところですね。ポンチ素材ってね何なのっていう感じだと、ポンチ生地っていうのはジャージー生地っていうなのと同じような扱いですね。でさらにそのジャージー素材よりも伸縮性があるということで、固形性そして耐久性があるということですね。でスウェット生地のような毛玉にもなりにくくて、こういったね滑らかな質感で汚れがねつきにくいような加工になってて、ちょっとずつ色味が違うので、まあ、そういったのも自分の好みで選んでいただけたらなと思います。で、まあ、サイズの方はですね L サイズです。で、ワークマンの方はですねこちらもですね L サイズを着用してます。でユニクロはですね L サイズでも全然着れるんですけど、まあ、さらにねちょっとこのディティールとかこのニュアンス出すためにはちょっとね大きい、まだより大きい方がいいかなと思って XL サイズを購入しています。 GU のプライポンチもこちらの方にスリットが両サイズに入っています。でワークマンの方はこの竹のところにこういうロゴがついてますね。リフレクトのロゴ、まだこれは好みが出ますよね。これがいるかいらないかっていうところもあると思うんですけど、使えると思います。はい、こちらがですね首元のステッチ感になります。まあこれね GU の方が内側からステッチされてるので一番目立たないように作られてると思います。でユニクロと、ワークマンの方は外から縫われてるような形になってますので、素材感の方はですね
印象としてはユニクロが一番柔らかい印象ですね。で一番ですねやっぱ綿が使われている、量が多いっていうのもありますので、ちょっとこうがっしりしっかりした感じのはワークスが強いです。で GU の方はですねポンチ素材、ポンチ生地っていうので割とこうサラッとしてるんですけど、こう張り感がある感じするのは GU ですね。はい、そしてですね皆さんからよくコメントいただくんですけども、汗じみの方は大丈夫ですかっていうことがよく言われます。コットンも入ってますのでちょっとやっぱこのシミがねできやすいっていうところもありますので、この辺も皆さんに確認していただいて、そういったところも注意して購入していただけたらなと思います。まずはこちらユニクロ U のグレーのものですね。こういった形で若干ねやっぱり濡らすとこうやってシミになってはしまいますね。はい、こっちが白色、やっぱね白だと目立たないですよね。でこちらがワークマンのグレージュカラーですね。やっぱりねちょっと色がついてるものに関しては染み込んでいくとこういった形でやっぱりねシミっていうのはできやすいので、そういうのを気にされる方は結構明るめのね色を選ぶ方がいいと思いますね。こちらが GU ですね。GU はねやっぱりこの内側だとそこまで響いてこないですね。はい、やっぱコットン側と変わるんだと思うんですけど、はい、そしてこれがグレーのユニクロ U ですね。はい、こっちが外から濡れた場合で、こっちが内側から濡れた場合ですね。やっぱり内側から濡れた方が若干ねその水分のつき方は違うとは思うんですけど、やっぱり濃い色になればなるほどこの汗じみっていうのは目立ってしまうので、そこを気にされる方は明るめの色の方がいいかもしれないですね。着用するとですねこんな感じでユニクロ U のエアリズムコットンオーバーサイズ T シャツになります。こちら 173cm67kg で XL を着用してます。やっぱねこのディティールがねすごくいいんですよね。ちょっとね本当オーバーサイズにはなるんですけど、この緩み感っていうのがすごく良くて、僕は XL にしてます。ちなみにですね L サイズだとこんな感じですね。ちょっとねすっきりした感じで、着れるのは L サイズなんですけど、やっぱね僕はまだね緩さが欲しいので、ユニクロ U に関してはいつも XL サイズを買ってますね。ちょっとねインナーとかに使うんだったらやっぱりこれぐらいのサイズ感の方がいいかもしれないですけど、割とねもう今アウターとか上から羽織るものに関しても割と大きめのサイズのものが多いので、 XL の、T シャツでもね全然上から羽織るのに問題なく着れると思うので、僕はね全然その大きさはあんまり気にはしてないですね。ただね最初オーバーサイズ着るときにちょっとねいきなり大きすぎると抵抗があったんですけど、初めそれで L サイズ買ったんですけど、やっぱね XL 着てると着心地的に若干の締め付け感っていうんですかねがあります。それが XL だと本当にそれがなくてですね快適に着れるので、やっぱりねそういったところで言うと、体型カバーとかにも大きめのワンサイズとかは使えるかなと思います。はい、続いてこちらがワークマンの持続冷感コットンオーバーサイズ T シャツになります。これはですね L サイズを着用しているので、割とね先ほどのものに比べるとすっきりした印象ではあると思うんですけど、この辺のね締め付け感全然この L サイズでいいかな。生地自体は綿が多いのでちょっと硬い印象ですね。柔らかさはやっぱりユニクロの方があると思います。でこの色味であったりとかっていうのはまたねこのワークマンはワークマンの独特な色がありますので、それもね好みで使っていただけたらなと思います。はい、続いてこちらが GU のドライポンチビッグティーになります。こちらですねサイズは L サイズを着用しています。
これね L なんですけど、結構ユニクロの XL ぐらいサイズは大きくなってますね。着幅とかは結構広いんで、あの XL だと本当に大きすぎる感じになると思います。なので、まあ、着用した時にね同じ感じで着るには L だなと思って。でね、このドロップの部分も結構ね深めに作られてるのは自由の方が深いかもしれないですね。はい、ということで今回はワークマンユニクロ GU の接触冷感コットンオーバーサイズ T シャツの一定比較をさせていただきました。まあいろいろねやっぱり特性が全てこうちょっとずつ変わってたりするので、皆さんもね使う時にそういったところも考えて使うとまたねあの使い方とか買い方って変わってくるのかなと思いますので、ぜひね参考にしていただけたらと思います。それでは今日もこちらでコーデ組みましたので、ぜひご覧ください。はい、今日も最後までご視聴ありがとうございます。こういったね、比較動画なんかもこれから作っていきたいなと思ってますので、ぜひこれからもよろしくお願いします。またね、チャンネル登録、高評価、コメントの方もよろしくお願いします。それではまた次の動画で会いましょう。